第4コーナーザ・ドイチロー散歩のコーナーです。今日はまずお散歩音源から聞いていただきますが、5月6日ゴールデンウィーク最終日、月曜日の朝から、5月12日日曜日の朝までですが、5月6日朝雨の中の散歩でした。で、夕方はこれ事件がありまして、カモが河川敷歩いてたんですね。結構6、7話で、東一郎くんなんとカモを追っかけて川の中入ってきましたね。豊平川の中ね、水が嫌いで川に入れなかった東一郎くん、結構足濡らしてまで川の中にカモを追っかけていきましたが、いきなり狩猟犬の本能が目覚めたのかと思った瞬間です。それから5月7日は朝、にゃんこのことを久しぶりに思い出してにゃんこの家に行った。それから夕方は結構気温が下がり始めて、3度までその日は最低気温下がったんですね。そして8日の朝はやっぱり雨で、ちょっと寒い朝で道草を食う東一郎君。そして夕方はこの日は最低気温1度まで下がったんですけども、夕方3度。そして9日の朝、これ5月9日実は東一郎君の3歳のハッピーバースデー誕生日でした。ということで、ちょうど雨模様も終わって穏やかな日差しが出てきたので、4時間近く超ロング散歩に付き合ってあげました。この日は気温が15度まで、ちょっと回復して上がったんですね。そして10日の朝散歩、夕方散歩、11日の朝散歩、12日のカラスが鳴いてる朝散歩と、ちょっと長いですがお聞きください。5月6日朝6時52分、雨降りの札幌ですね。気温は11度、今日は13度までしか上がらないそうですが、まあ、なんだろうね、寒くなく風もなく雨がしとしと降ってます。はい。久しぶりの雨なんで、ちょっとね、埃っぽかったんで、黄砂とか飛んで、あと雪解けの後って結構砂ぼこり、土ぼこり、結構ほこりっぽいんですが、それがこれで流れてくれると嬉しいんですけどね。東一郎くんも結構土ぼこりのところでゴロンゴロンするんで、ほこり叩くとほこりが出る男になってますけど、まあ少し雨が降るとちょっとありがたいですね。はい、ということで朝のお散歩続けます。東一郎くん今朝玄関先で臭いおならをしました。うんち出るんでしょうか。ではまた。朝の6時59分、おしっこだけして、あと資源回収のゴミを処理して、5分で帰ってきました。で、お家の1階のガレージで、ビスケットをおねだりした東一郎くん。ちょっと一緒にレスリングして遊んで、お水を飲んで、今休憩中ということで、まあ、ゴールデンウィーク最終日雨降りなので、今日はね、のんびりと、スローペースで過ごしたいと思います。ということで、ではまた。5月6日ゴールデンウィーク最終日月曜日、東一郎くん朝の散歩が雨だったんで少なかったんですね。朝の分のおしっこが半分残ってたみたいで、今夕方お散歩出てきましたが、おしっこの量が半端ないです。東一郎くん、はい、だいぶいっぱい出てすっきりしたみたいですが、あとはきっとうんちが出るんだと思います。はい、雨ちょっと小雨ぱらつく河川敷歩いてますが、カモが1羽2羽3羽4羽5羽歩いてますね。河川敷歩いてます。サウト一郎がカモにダッシュしました。はい、トイチロー、お前川まで追っかけてどうすんだお前、ほれ川降りれないお前。はい、川まで追っかけました。はあ、白、お、トイチロー、お前、川まで行ってどうすんだ、川に入っていきます。トイチローくん、お前、川だそこ、川。これ、ちょっと待ってください。ではまた。はい、一瞬狩猟犬に戻ったアイヌ犬、北海道犬トイチローくんでした。川まで入っていきました。はい、足だけ濡れたら帰ってきましたけど、しばらくカモ探して追っかけてました。幻のカモ鍋。惜しかったですね。はい、冗談ですけども、ということでいきなり珍しいですね、川まで追っかけないんですけど、今日は川も追っかけていきました。はい、狩猟犬の本能目覚めましたか。ではまた。
5月7日朝6時52分お散歩に出てきました。小一郎くんはおしっこする前にいきなり玄関先でおやつをねだりました。今ようやくおしっこタイム。今日は今15度、昼最高気温も16度ということで、気温が変化のない上がらない一日で、で空は雨雲が覆ってます。昨日雨だったのもあって湿度が高いですね。でも全然蒸し暑くはないというか、気温が上がらないのでね、あの気持ちのいい感じのウェット感、モイスチャー感のある朝です。はい、ということでお散歩続けます。豊一郎くんは近所でお散歩ごまかす感じですね。今日はね、なんとなく遠くに行きそうにありません。あ、珍しくにゃんこんとこ来ました。はい、昨日にゃんこのおじさんがお家に来たから思い出したのかな。はい、にゃんこの窓覗いてます。にゃんこいないね、にゃんこいないね、出てくるかなにゃんこ。ということで、ではまた。4月7日火曜日午後5時、雨降ってます。風もちょっと強いです。はい、冷たいです。気温も下がってます。今日3度まで下がるそうです。今8度です。トイチロ君は雨の中頑張っておしっこ散歩、うんちも出んのかな。ということでお散歩続けます。はい、お家に向かってます。はやばやと。ではまた。5月8日水曜日朝7時40分、トイチロ君は朝一周おしっこだけしてお家に戻ってビスケット食べて番犬して、ようやく2度目の朝散歩に出る気になりました。はい、最近また昨日あたりからにゃんこを思い出したみたいで、お隣さんのにゃんこのところに来ています。そっから動かないんでしょうか。道草食ってます。本当に草食ってます。はい、この時期草くんだよね。かじる程度なんですが、にゃんこを思い出したのは、多分にゃんこを飼ってるおじさんがちょっとお家の方に遊びに来てくれて思い出したんだと思います。にゃんこの匂いをね。さあ、道草食ってます。ということで、ちょっと今日は雨雲なんですが、風も冷たくて気温も下がって寒いんですけども、4度から7度ぐらいですかね。ですが今は雨はほとんど降ってないけど、ちょっとちらついてる感じですね。はい、雨模様の一日です。ではまた。5月8日水曜日朝7時52分豊平川の河川敷に2度目の朝散歩。うんちいい感じで出てましたね。昨日出てなかったんですが、雨模様で散歩短かったんで、今日はいいうんちが出ました。はい、豊一郎くん元気に走ってます。ちょうど雨模様なんですが、雨も今ちょっとだけパラついてるけども、ほぼ降ってなくて、ただ冷たいですね今日は本当に。はい、豊一郎くん立ったか、おう、元気に歩いていきます。はい、ということで今日は少しのんびり朝散歩ですかね。寒いけどね。はい、ゆっくり散歩したいと思います。ではまた。きっと昨日散歩できなかった分のエネルギーが余ってるんでしょうね。いつもの2倍の勢いでお散歩していると一郎くんです。はい、ちょっと雨が、時々パラつくんですけどね、また止みましたが、まあ今日は降ったり止んだりですね。ではまた。5月8日4時42分夕方のお散歩出てきました。今日の夜は1度まで下がるそうです。寒いですね、ずっと寒いです。はい、今も気温6度。はい、一郎くんそれで雨。はい、ではまた。5月9日木曜日朝7時45分ようやく朝のお散歩に出てきました。私のトイレが長かったんです。豊一郎くん、なんと今日が3歳の誕生日。5月9日3歳の誕生日、3歳になりました。豊一郎くんおめでとうございます。豊一郎くんはお散歩朝に出て、もうすぐ玄関先でおやつをねだって、ようやく動き始めました。最近おしっこより先におやつをねだる豊一郎くんです。ということで今日もゆっくり散歩したいと思います。ではまた。5月9日朝8時10分河川敷に降りてきました。豊一郎くん朝玄関先でおやつ食べて、おしっこを一回りしたら玄関前で番犬してました。ちょうど小学生の通学時間で、それを全部見送ってから
お散歩に河川敷にやってきた東一郎くんです。はい、今河川敷を立ったか歩いてます。多分うんち場所探してるんだと思います。今日はいい天気ですね。ちょっと気温が上がり始めるみたいです。15度まで上がるそうですが、まあ、ちょっとどんよりしてちょっとムッとしますが、まあでも気持ちいいですね。ちょっと暖かくなってきた感じがします。ということで山菜と一郎元気に歩いてます。ではまた。5月9日朝8時30分豊平川堤防脇の公園、穏やかな日ですね。ちょっと風ありますけども寒くないです。今日は日差しはそんなにないですけども薄曇りですが暖かいですね。気温が徐々に上がってるのを感じます。今日は15度まで上がります。東一郎くん、3歳になった東一郎くんはいつものようにベンチの下でスフィンクス座りで誰か来ないかなと待っています。そんな札幌でした。ではまた。5月9日朝8時56分日差しが出てきました。ポカポカ暖かいですね。日差しが出るとね。東一郎くんはベンチの前で休んだ後おもむろに動き出しましたが、どこ行くんでしょうか。はい、もうね自分の意思で勝手に動いてます。ではまた。5月9日朝10時45分ようやく帰る気になった東一郎です。まだ豊平川河川敷にいます。もうポカポカ陽気で気持ちいいのもあるんですけどね、ピクニック気分で、まあ、お誕生日だしいいかなと思いながら東一郎くんあったかい陽気の中でもう気持ちいいんでしょう ね眠たくもなるし、動きたくないみたいで、ごねてたんですがようやく帰る気になりました。ということで、ではまた。5月10日金曜日朝7時30分朝のお散歩に出てきました。今日はどんより曇り空ですが穏やかですね。風もあんまりないしちょっと吹いてますけど、空は一面雲、雨は降りそうにないですけど降るのかな。気温は16度ぐらいまで上がるんでしょうかね。ただ最低気温がちょっと上がってきたので、まあそんなに寒くない、ね、暑くもなく寒くもなくやや肌寒いくらいの天気です。ということで豊一郎くんがのんびり散歩してます。ではまた。5月10日金曜日午後5時夕方のお散歩、にゃんこがちょうど窓のところに出てきたのでにゃんこのところから動かないと一郎くんです。ではまた。5月11日朝7時半お散歩に出てきました。今日は曇り空ですね。ちょっと風が吹いてますが、気温はこれから上がるみたいですね。今14度で23度ぐらいまで上がるという予報なんで、昼間はポカポカ暖かくなるんじゃないですかね。雲も雨雲ではなくなってるので天気は回復に向かってるんだと思います。東一郎くんはにゃんこのとこ行ってから近場でぐるぐる回ってますけど、まだ川に行かないんでしょうか。はい、お家の方に戻ってきちゃいました。ではまた。5月12日カラスが鳴いてますね。朝9時17分東一郎くんは近所の公園から動こうとしません。うんちも出ないみたいで、出るのかね。ずっと公園でベンチの下に座ってお茶を濁している東一郎くんです。今日は穏やかですね。ちょっと風があってちょっとどんより曇ってますが、気温はそこそこ23度ぐらいまで上がるらしくて、まあポカポカではないけど穏やかな暖かい寒くない一日になりそうです。そんなことで日曜日の朝のんびり公園散歩でした。ではまた。ということでちょっと長かったですけれども、東一郎くんのゴールデンウィーク明けからのお散歩風景記
ていただきました。さて、予告通り土一郎くんの名前の由来当てクイズ正解発表ということですが、Google フォームがあるんですね。リンクがね、あの放送音源にくっついてるわけですが、概要欄説明欄に、そこでその Google フォームに記入をすると送れると回答をね、いうことで長らく募集してきましたが、いよいよ正解発表でもう受け付けません。正解発表、まあ、Google フォーム見ながらこれで、正解を打ち込んで送っていただいて感想でもお寄せいただければとても嬉しく思います。はい、ということで、正解発表、2021年ほにゃらら月生まれの北海道犬統一郎の名前の由来はということで、これは2021年5月生まれですね。ちょうど3歳になりました。5月9日生まれです。はい、3歳になったとこです。で、その名前の由来は理由ということで、空欄を埋めろというね、テストみたいな問題なんで、それが皆さん嫌だったんだろうと思いますが、一つの理由は北海道犬はやっぱり冬が似合う、ね、必ずしも冬に生まれたわけじゃない、よく冬に生まれたんですかって言われるんですが、違いますということで、まあ、北海道犬なんでやっぱ冬でしょうということで統一郎。それからもう一つ、こっちを当ててほしかったんですが、なんとかのかんとかでなんとかと打つと北海道のなんとかイコールなんとかになるから。で、ヒント、ソフトバンクの CM で有名になった北海道犬の初代なんとかくんと2代目なんとかくんの名前は北海道のなんとかが由来ってことで、これ後ろからいきましょう。北海道の海ですね、北海道の海、海というのが実は由来なんですね、これね。で、それで、北海道犬の初代ワンちゃんの名前知ってますか？海くんですね。そして2代目が海斗くんでしたかね。はい、というのが正解ということになります。で、海という字が実は起源、これヒントの部分ですね。そしていよいよ正解の部分ですが、なんとかのかんとかでなんとかと打つと北海道のなんとかイコールなんとかになるから、これパソコンのキーボードで統一、統一、わかりますか？パソコンのキーボードで統一、ひらがなのとこですね、見てください。もう今パソコンみんな使わないのかな。統一と打つとどうなるかというと、とが S なんですね。で、いが E なんですね。ちが、ちどこ行った、あ、A なんですね。つなげると SEAC、海なんですね。北海道の海イコール海になるってね、ことなんですね。シーになるって、尾に北海道の海が入って、で、そしてかのところに SEAC になるっていうね、ことなんです。統一と、統一ローですのでね、統一と打つとローのとこ、ローはね、実はこれアンダーバーンなんですね。 C で伸ばす感じになりますけど、統一、統一郎の統一と打つと、ちょうど海 C になるという、まあどうでもいい話でしたね。はい、そういうことも実は、絡んでるよということで、統一郎の命名の由来当てクイズ、引っ張った割には面白くなかったでしょうかね。本日終了ということで、豪華賞品は商品の発送をもって返させていただきますということで、今日も統一郎コーナーお聞きいただきありがとうございました。エンディングです。